はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スイッチのですね、スイッチでリリースされていますパズルゲーム、みんなの倉庫版っていうのを初めて、このゲーム動画でいこうでやってみようと思います。非常に倉庫版、昔シンキングラビットかなっていう会社リリソフトメーカーから、80年代に流行った、パズルゲームです。皆さんも考えてみましょうということで、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube、ぜひ、チャンネル、YouTube に2日後12日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価、お願いいたします。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。 This live my、This live archive my YouTube チャンネル、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきますか。まず、一面ですね、すでにクリアこのしてるんですが、一応参考のために、やっていきたいと思います。普通に、こんな感じで、さっきの青いとこに行けば、ここですね、この青いとこに行けばクリアとなります。さあ、この面はちょっと難しいぞ。さあ、みんなで考えよう。これギブアップもできるんですね。これが結構回り込んで、入れるっていうのが結構基本なゲームですね。つまらないようにクリアしていくっていうのは基本のゲームになっております。さあ、これはこうかな。なるべく少ないターンでクリアすることを求められてる感じはしますが、クリアしましたね。どんどん行きましょう。1の4面1個ずつ行けばいいのかな。これはかわいい、キャラがかわいいな。初めてですね、2つですね。これもう行っちゃっていいんじゃないの。で、こうだ。複数出てくるのはありますね。さあ、これはちょっとどうするかですね。でも、ここをこう押すと、ここ今真上にあるブロックを上に押すと、その時点で積んじゃいますし、下に押しても同様なんで、ここを上に上げるしか手がないんじゃないかな。え、次どうすんだ。でも、ここ上に行くとダメだし、下
方に行ってもダメだし、どうすんだろう。下に行っても多分ダメだよな。あ、こうかな。こうで、こうかな。え、いや、あかんやん。これ、済んだんじゃないの？あ、積んでないか。まだ積んでない。ここで押すんだ。53と結構この面は難しいかったな。単純にこれいっちゃダメだろうか。そう、これを素直にこうすると、あの、詰んじゃうんで、こいつを回り道させて、こうかな。え、何これ。でもさ、これはもう先に入れちゃっていいんじゃないの？あ、急に簡単になったとは思えない。まあ先に押し込んじゃえ。下に押し込むとジエンドなんで、うわー、倉庫版って難しいな。回り込むしかないよな。で、これは、あの、上の方は、どうやって動かせないから、まずはこう回り込んで、下動かすしか方法はないよな。で、多分、これ奥に詰めるんだろう。で、これ詰まるから、こうしかないか。オッケー。え、交換しろとスワップしろってことか。え、でも、ん？いや、でもさ、普通にここを使ってじゃないの？あ、ダメだ。そんな簡単じゃないかな、かも。交換ってそういう意味か。まあ、あの、こっちにどけるっていう手もありますね。で、これで一度収めといて、交換ってそういう意味か。
中華雲。ダメだ、先にこれ行ったらダメだな。一個押したらそれで詰まっちゃうし、一回退避だな。で、退避した上で、うん、であとはこんな感じだな。なるほどな。広いところをなるべく確保していくっていうのが大事なのか。え？本当だ、猿みたいなデザインだ。で、これで、あら。は？いや、このまま押し込めばいいんじゃないの？あ、ダメだ。初めてダメかも。あ、いや、まだいける。いや、ダメか。あ、いや、逆に。で、反対に行って、結構ステップかかっちゃったけど、クリアはクリアだがっていう感じだな。何回もこれ往復するんだ。そう、本当に急がば回れだな。早押しボタン？ここ使うしかないよな。え？なんか詰まってるんだが。まあ普通にこれは1個押すか。これでいいんじゃないの？ああ、いいんだ。まずはここをどかさないといけないよな。は？なんだこれ。そこ行ってもいけないし。じゃあこうか。あ、ダメだ。いや、こうじゃなかった。そう、こたついったらギブアップなんで。あ、ダメです、ギブアップです。
からまあこれで、まあわかった。そういうことか。意外に罠に引っかかった。ああ、でもそれだといけないからダメだな。でもこれ押したら、あ、押して反対側に回り込んで、まあでもこれはもう行っちゃって構わないから、あれ、あ、ダメなのか、いやまだいける、これを押してで戻ってこうだ。うわ、これ初めて3つになったブロックが。え、普通に考えてこう、あ、そうだといけないんだっけ。一回どかしといて、あ、いや、ダメか、いや、いや、ダメだよな、これでは。やめ、え、つまりここが通れるうちに退避しといて、ダメだ。真ん中をどれが入れるか、まあ、どれでもいいんだろうけどな。だからこう来たらこう来て、こう来たらこうで、ああ、なんだ、意外と簡単だったやん。一応20面です。4つに振ってるブロックが、こんなん分かるか。え、あ、ダメだ、これだと詰まっちゃうよな。いや、どうせ機械的なあれだろうな。これだと詰まっちゃうから、あ、いや、ダメか、いや、
まだダメと決まったわけじゃないよ。で、あとは回り込んで、うん、クリアしたけどちょっと工数がかかっちゃったな。なるほど、3面も選べるようになったんだ。しかし順当に2面いきましょう。いきなりもう邪魔が入ってる。入ったらそれいけなくなるから。しかし押せるとこって結局これしかないから、次だな。次のターン結構重要やな。でもこれしか、これかこれをどっちか押せばいいんだけど、いやそれをしたら死ぬ、あのジエンドなんで。あ、ダメなのか。いや、まだダメじゃ、ダメと決まったわけじゃない。あ、ダメですね。2つは同時に押せないんだな、これ。だからもう1ターン目はここをこう押すしかないっていうのはもう絶対決定だな。で、まあこう入れると、こう押すとあのやれることが終わっちゃうから、え、だろうな。あ、アンドゥできるんだ。まあでもこれはこれしかないし、入れるか、だって行けるとこって限られてるよな。うわ、分からん。でもまあここしかないだろう。下行くかこっち行くかのどっちかしかない。下行ったら意味がないしな。
じゃあこうかな。今2打目だろう。いや、ダメだな。でもこうだと、あ、いや、こうしかないんだけど、でもこれを下に押すといけなくなるから、あー、でもそれだとダメなんだ。だから次がもう手がないんだよな。引っ張ることもできないし、これは絶対1打目なんだよな。押すかこっち出すかだろうな。まあ、まだこっちの方がチャンスがあるってことかな。あ、ようやくわかった。これが基本なのか。これは難易度高い。まずは、退避してやる。で、回してやる。で、あとこっちを、これは簡単だったな。うわ、何これ、やばすぎやろこれ。どうなんだろう。下に行くとこれが動けなくなるから、多分詰む。だからこうしかないと思うんだよな。で、次こうだろうな、多分。
こまではわかる。で、3つ目をちょっと待った、こうかな。あ、ダメだ、もう一度時点で多分詰んでる。まず間違いないと思わないか。ちょっとこれはここに置いて考えよう。で、まあ間違えた。確実だろうな。で、この辺も多分確実だと思うんだけど、こっからだよな問題は。意外とこうだったりして、これここしかないんだけど、そうなるとダメだな、これダメ。多分ここまではいいと思うんだけど、そうか、そうしたらもう終わりだもんな。
ここだとこっちが行くしかないから詰まっちゃうから絶対こっちをやるわけにはいかない。こうだったら、あ、ダメだな、やっぱりダメだ、絶対ダメ。からだな。つまりこういうことか。ここで進路が開いて戻して、あ、ダメだな。これは多分あと2つ、あ、間違えた、こうだ。で、ラストはここのあれを回して押し込みは OK。 ようやく、意外と難しかった。インクボトル2つだけですね。まあ方法、まず1打目は これしかないんですよ。で、これをこっちにやっちゃダメなんで、押すしかないってことだ。ちょっと待ってよ。これだと動けないから。まあやっぱりこうか。
回って、まあ、1打目はこれで確実だな。そうすると最初に戻っちゃうからまあありえない。だからまあここまでは絶対合ってるよな。やっぱり普通にこう対比なんだろうな。まあ、とりあえず回しといてかな。約2時間ぐらい本日予定してます。まあこれはまず1手目はこれしかない。で2手目もこっちを動かすわけにはいかないから多分こう。あ、違うのか。これこうしたら詰んじゃうからな。だからまあここの時点でこうか。でこう来てここが開くんで、こうだ多分で、反対側に移動してこうでまた回ってまずここを入れて、もっと早い手あるかもしれないけど、え、これをこうかな。
来たら入れなくなるんで、先にこう入れて、こうだ。まあ、いびつすぎ。一打目はこうだろうな。一度反対側まで押し出さないといけないよね、これ。多分これの2つのうちをどっちか片方を。いや、違うな。は？ダメかな。いや、ダメじゃない。こうかな。これっちゃ方が正解かも。いや、もうここもこのまま押し出して、あとはこれを、まず1打目はもう限られるんだよな。これしかない。だとしたら、あ、ダメだ。これやると詰まっちゃうから詰んじゃうんだ。あ、もうこれ以上は入れないんだな。あ、ダメだ。これはダメ。まあでもこれは確実だろうな。
上ひょっとして。よかった。2の9面4つですね。でも5つか。難しい。まずはこれをやるとしよう。それやったら終わりだしな。ああダメだな。まああるとしたらこれぐらいか。え？でもさ、これもともと反対側に出るためには、ああまあいけんのか。どっちが正解だろう。俺はこっちだと思う。で、次はこれかな。いや、こうで。ぐるっと回すしたいよな。つまり。
じゃあ最初からやってみよう。うん、でも動かして、ああそういうことか。あ、どっちでもいい。違うわ、こっちじゃダメだ、こうだ。ここに押し込むのは、でもこれはいけ、あ、ダメだ。ってことは、まずは1個必ずずらさないといけないのか。1個じゃない、2つずらさないとダメだ。あ、なんとなくだけ。けど。
まあ、これはまあ間違いないよな。こんばんは。で、多分こうだと思うんだよ。まあ、こういうふうにして通路を作ってやって、で、待つ。ここを回れるようにする、しないといけないから。間違えた。こっちはどうなんだろう。それはちょっと考えすぎか。周りに行かないとダメだもんな。これいつ下に置くかだよな。ああ、でもここか、このタイミングか。で、最後でこれ詰めて終わりか。ありがとうございます。下に置くとアウトだし、いけないから、まあなるべく出すことを心がけるっていうことかな。いや、違う、これじゃない。
これで、スタートだな。詰まっちゃうから、は一。一度目はこれしかないんだよ。2段目もこれしかない。でもそうなると、一度退避して、なんかコースかかっちゃったよな。多分まずはこうだと思うんだよね。で次が、こうだと思うんだ。ああ、これでそれぞれどの順番でもいいか、押し込めばいいのか。まあまずはこれか。でこれでこれ押し込んで、あとはこう回り込んでこうだ。それをやると詰んじゃうから、でそれもダメだから、まあ2つだけ押し込んで回る道を作ってあげてっていうとこからスタートだろうな。さあ、これからどうやってあれする？まあ普通にもうこれでいいのか。うわ、なんだこれ。これは意外と結構難しそうだが、
動かすのはこれしかな、この左のものし、ブロックしかないから、どっちだろう、ここまではまあ確実なんだろうけど、まあ、まず下に押し込んでみよう。いや、一個まず前に出しといて、うん、できた。まあそこを上にやると終わりだからな。うん、ってことは急がば回れだろうな。でもこう、ダメだ。でもそこに入れると詰んじゃうから、こうか。さあ2の16名になりました。何名あるんだろうこの倉庫版。まずはぐるっと回りたいから、上に上がるわけにはいかないよな。まあってことはこれはもう、使えないっていうことにしたらどうなんだ。はい、終わった。5つか、今回は。一番自由度が低いのは一番下だな。なので、まあこれはもう埋めて構わないと思う。次が一番上
で、準備しといて、失敗したかも。失敗ですね。はい、やり直し。いや、まだな。こうだな。間違えた。まあ、どっちでもいいんだけど、こうやって、こう詰めて、湯飲み？まあこれは奥にまず詰め込むしかないということだろうな。次にこれかな。いや違う。うわ難しいな。こうか。あ、無理だ。いや、これは合ってるんだよ。動けないからな。だから、まあ、これは間違いないんだろうな、多分。でも、次なんだよな。問題は。でもこっちか、こっちかをどっちかしかないもんな。あ、いや、だからじゃあこうか。でこうか。動かせぬ。どっちでもいいんだろうけど、
上からつますっていう感じだろうな。さあどうするか、まずまあ2つしかないよな。これでまあこっちもやっていいかもな。で次こうだろうな。こうかな。そうするとこうなるから回り込んで、同じくあとは、まあ、普通に奥の方から詰めてやればいいってことになるよな。2の20面にやってきました。詰まないのは この真下にあるブロックしかない。さあまず1こう、待ってよ、いやそうは言い切れないかも。一回こうやって。違うわ、間違えたわ。こうじゃないわ。どこの道を先に確保してやるかだよな。先に間違えた。なんか個数がちょっと余計にかかっちゃったかもしれないけど、クリアです。まだまだ面はあるんだな。上か下かのどっちかしかないってとこだよな。
あ、ダメだ。違うわ。これを先にこう入れ込んで、でこれでリーチがかかったんで、あとはあ、あーじゃあこうか。まずは、まあどっちかを、あ、ダメだ。やり直し。
あ、これで最後か。2つだけしかないやんと言いつつ、これがクセモモなんだろうな。いけないからな。だからといって下に、どっちもそうだけど下に行ったらそれで終わりだし。まあちょっとこれをこうやってこうしてみよう。で、ここへもこうしてみようって。そう最初からやろうと一緒やん。 ZL？ あ、ZL で最初に戻れるんだ。ダメだな、これはダメです。回れないんだよな。だからなると終わりだろう。これ逆にこうじゃないの？やるといいのかなと思ったけど、ダメ。じゃあこうか。あ、ダメだ、それもダメだ。意外と難しい。
ああ。押せないからな。ああ、こういうことか。と思うだろう。結局一緒なんだよな。ようやくわかった。いや、結構くせ者でしたね。ダメだ。まあ、この真ん中を通らないといけないっていうのはなんとなく分かった。また鍵穴だ。まず、思った感じで行ってみよう。あ、ダメだ。これは違う。
いやでもこうじゃないの。あ、ダメだ。これ下にしか降りて落ちないからダメなんだ。どうやってこの右上のブロックを下に落とすかだろうな。これのポイントは。上のやつは一回左にやってからこうはめ込まないとダメだな。まあこうなるとダメなんで、いやこうじゃないかな。
まずは、まあ、これは、まずやっぱりね、普通に詰めてやらなきゃいけないんですよ。それはまあ間違いがない。これ最初に入れてやるとダメなのか。いやでも、なんとなくだけど、だからこれで
こまで行って、一旦退避かな、ここは。だろう。で、こうかな。すごい入れ替え作業だ。
け。フーツ？まあまず普通に。でもこれはここに入れるしかないんだよ。下に下ろせないから。なるべくあの下のあのところは最後に入れたいな。ぐるっと回転させたいね。なると詰まっちゃうんだよな。オッケー。このあの真上にあるピースは右を通って下に行かないとダメだから、この3つのピースは限られるから、まあこれ道をまず開けてやるだけで、まあこうかな。いやダメだなこれは。
最初ここじゃないかな。こういうこと。間違えた。で、こうやって。で、こうで、こうで、ラストはこれですね。手間はかかるが。うわ、笑顔が。笑顔言うけど難しいな。こうかな。あとはやりたい放題だろうというのは甘いか。20まででも終了しよう。まあ1個目はこれしかないよな。もう埋めるしかない。これだろうな。となるとこれは終わるから、まあこうしかないんだよな、とりあえずは。ということはこれしかないから、一つだけ、あ、これをこう。こっちの方がいいか。まあまずここをやってスタートを切る。
一番右をどこ何入れるかだよな。ポイントは、まあでもこうした方が安全な気はする。間違えた。あ、ダメだ。うん、これまではいいと思うんだけどな。あ、ダメですね。でもこれは合ってると思うんだよな。まあ、これも含めて全部左英雄から入らないといけないんだけど、
オッケー。焼却炉？燃やせってことか。まずこの手前にあるものは絶対邪魔だよな。奥に絶対冷たい。でこれが開くから、これで3つは入れられたが、でこれで隙間を作って戻って、あれ？ダメだ。いや、これでいけるはず。一度通して回り込んで、回り込んで、でまたこう回り込んで、まあ手間はかかるけど確実な方法です。まず上にあるものは上にやったらそれでゲームオーバー、さらに右上のは右にやったらゲームオーバーなんで、こうか。これは確実なんだけど、これは難しい。
までは合ってんだけどな。最後多分右から押し込むんかな、逆かもしれん。右から押し込むのは最後だな多分。入れた後で再度位置作って、こんな感じで間違えた。ここまでは多分合ってると思うんだな。回り込む必要あるんじゃないの？まあこれが一番目として、ラストここだと思うんだよな。これはここまで合ってると思うんだけど、
多分3対1にしないとダメだと思うな。じゃあこうか、最初こうかも。逆に動けなくなるもんな。まあ入れても問題ないのはここだけなんだよ。入れ替えるにはスペースが足りないしな。下には置けないし。
まあ、これ1個まず入れて、ああ、ようやくわかった。奥か。まあ無理だな、これは。ってことはこれが一番目になるってことだ。まあこう詰めていくしかないだろうな。で、次にこれだ。あ、ダメだな、これ。難しいな、これ。
どっちでもいいんだよな。うわ、これは難しいと言いつつ、次どうする？こうかな。あと2面ですね、本日は。はあ、難しい。
難しいな、ここだよな。まずは、逆かも。ラストかな？一回回って、退避させて。いや、どうなんだろう。
いやでもこうするしかないだろう。3つのうちここを動かさないといけないのは分かるんだけどな。動かすだろう。最後意外と難しいかも。これをもう一番最初にぶち込むんじゃないの、意外と。これでまだ貫通できるから、その間にこっちを下げて、
道を作ってあげて、これは待って、おお。ということで、セット3までやりましたね。でもまだまだありますからね。戻りたいが、どうやって戻るんだ？
メニューに戻りたいんだが、なんでこうなんでるんだろう。ということで、一旦ここまでとしたいと思います。メニューの戻り方がよくわからないですけど、これソフト終わればいいのかな。そうですね、みんなの倉庫版を。はい、ということで、みんなの倉庫版遊んでいきました。いや、なかなか頭を抱えたんじゃないでしょうか。ということで、ここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。この動画2日後の、12日21時頃にプレイリストにアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。TwitterX のアカウント持っております。ぜひそちらでも、アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。